民族資料の分類では、民族資料の様々な分類について説明する。民族学は、様々な伝承を資料として、人々の歩んできた、既存文化の様態を明らかにしようとする学問であり、近代化によって、多くの民族資料が失われようとするとき、消えゆく、伝統文化へのロマン主義的な同型やナショナリズムの高まりとともに誕生した、若い学問である。 それゆえ、成立以来、長い間、民族採集と呼ばれる、民族資料の収集に膨大な努力が払われた。民族学研究の進展に伴い、単なる素材の積み重ねに満足すべきではないとして、民族資料の性質について、理論的反省が試みられ、科学としての民族学の成立が求められるようになった。民族資料の分類は、 民族学の研究範囲の問題と深い関わりを有する。分類法は各国を通じて一致していることが望ましいことは言うまでもないが、国により、研究者により、民族学の研究範囲に若干の異動があるところから、分類方法、分類案も一応ではない。以下、主な分類案を掲げる。イギリスのシャーロット・バーンによる分類は以下の通りである。 信仰と行事監修説は、歌謡など、シャーロット・バーンの分類は、岡正夫翻訳の民族学外論によって、日本にも多大な影響を与えたが、その端末には、オーギュスタンド・クレルクの論文からの引用として、民族採集における調査項目を掲げている。それは、以下のような内容である。土地と天空。植物界。動物界。人間。 人工物、霊魂と多少と、超人間的存在、予兆と牧線と、呪術技法、疾病と民間違法と、社会及び政治的制度、個人生活の諸儀式、制御と工業と、暦、祭日及び祭日、競技、運動及び遊戯、説話、歌謡と短歌と、セビオフランスのパウルセビオによる分類は、 以下の通りである。交渉文芸伝承生活史伝承生活史、生活史的社会学ただし、ににおける区別は、必ずしも明瞭ではない。フランスのピエール・サンティーブによる分類。物質生活、動物としての人間が、必然的に営む生活伝承精神生活、理性的人間が、文化的に暮らそうとして努める、生活伝承社会生活。 個人ではない、社会的人間が、共同体の一員としての付き合いをしながら暮らす、生活伝承これは、伝承文化を、その性質の面から分けた分類法といえる。柳田国夫柳田国夫は、1933年の講演で、民族資料を監修公費勘定、観念、信仰に分けている。また、民間伝承論では、目に映ずる資料を体非 例えば研究者が旅行の途中でも見ようとすれば可能な形をとった事物行為伝承耳に聞こえる言語資料を公費多少とも地元の言葉に通じて耳を働かさなければつかみ得ない口頭伝承心意感覚に訴えて初めて理解できる資料心費旅人では掴むことの不可能な同郷人、同国人の感覚によらなければ理解できない類の心意伝承 という3分法の類別を提示しており、さらにこれを、1、有形文化、生活技術史、旅人の学、2、言語芸術、交渉文芸、奇遇者の学、3、生活解説、生活観念、生活の所要式、同郷人の学、というふうに、趣旨説明している。これはまた、資料収集の場面に即しての類別と捉えることも、できる。ついで、 共同生活の研究法では、として、三分類におけるそれぞれの内容を示している。折口忍は、民族学の中で、次のような五分類を行っている。周期、伝承階級伝承造形伝承行動伝承、言語伝承、若森太郎は、日本民族学概説において、経済人的生活伝承、基本的生活伝承、 消費、衣食住取材融通の生活伝承社会人的、生活伝承社会存在的伝承、村、内、年齢集団社会形成的伝承、人の一生文化人的生活伝承知識的文化、伝承、教育構成的文化伝承、芸能倫理的文化伝承、法制の分類を行っている。これは、常述のサンティーンによる分類を念頭に置いた、 ものであった竹内俊美は、民族資料の性質と、その収集方法の中で、民族資料を、歴史的、過去的資料記録資料、造形物資料、現地的、現在的、資料直接的資料、間接的資料、測定的資料、と分類している。このうち、造形物資料は実物そのものが残存するものであり、 記録資料に比べ直接的であり、確実性と具象性を有するものであり、それ、自体としては、その意味を説明するところがないと評している。民具をはじめとする、有形民族資料がこれにあたり、考古資料に連なる性格のものである。これに対し、記録資料は、過去の事実そのものは伝存しないが、 文字などの象徴を通じて、過去の事物を説明し記録されて、今に残るものであり、文献資料に連なる性格のものである。ただし、両者とも、その伝存は偶然的、限定的なものであり、記録資料の場合は、歴史学における、文献資料同様、その来歴を批判して、資料的価値を弁別する手順が重要となる。元より A だけでは、 民族を探求する上で不十分、この上ないことは言うまでもない。B の各資料が必要とされるゆえんであるが、これは対人交渉を通じて、調査者が目的に即して一定の事実を取捨選択して構成していって、初めて得られる資料である。竹内の分類は、エルン・ストベルンハイムが、歴史とは何ぞやで示した資料の分類や、ジョージ・エイランドバーグが、 社会調査で示した社会調査法における供給源による分類を採用してそれを民族資料に応用したものであった。ここでは伝承資料として発展してきた民族学がその研究対象を過去の生活文化の推前般へと広げていったことが見て取れる。千葉特南寺も民族と地域形成の中で日本民族学の内容分類として 課表のような案を出している。この表はまた同時に、柳田国夫による民族資料分類がいかに大きな影響を与えたかを指し示すものともなっている。財団法人民族学研究所編集の民族学辞典による分類は以下の通りである。この分類は、柳田民間伝承論、郷土生活の研究法集裁の分類案を下敷きにしたものである。 文化庁文化財保護部監修、宿愚生、関慶語、宮本薫太郎編集の日本民族資料辞典では、民族資料を次のように大分類している。移植従理発、化粧など生産、生業稲作儀礼、山木こり、諸食など交通、運輸、通信交易業商、金融の種類、商業用具など、社会生活村の生活、年齢集団、 公集団、家族関係など、信仰祈願、参拝、巡礼など、民族知識民族教育、医療衛生、保険占い、天文、気象など民族芸能、競技、遊戯人生、儀礼年中行事、高等伝承伝説、昔話、民謡、わらべ歌、ことわざ、日常生活用語など、この分類は、民族資料の一部が今日、文化財として、 午後の対象となる際、その指定基準として一部修正の上、使用されるに至っている。大塚民族学会編集による、日本民族辞典では、以下のような分類が示されている。社会伝承、村落、都市、年齢組織、家族、親族、交際経済伝承、土地、農業、漁業、狩猟、林業、諸職、労働、交通、公益、 復職、職種、居住、災害儀礼伝承、産育、婚姻、早々、年中行事、農耕儀礼信仰伝承、仁儀、仏事、祭礼、民間信仰、俗信、民間医療芸能伝承、芸能、競技、遊戯、娯楽、民謡言語伝承、言葉遣い、昔話、伝説、語り物民具など、何等の民族については、 別校、南東を設けて、これを扱っている。柳田が提示した、有形文化は、目に映ずるという意味であり、今日の民族学で用いる、有形民族資料や、文化財保護法による、有形民族文化財とは異なっている。1979年に改定され、署名も、日本民族文化財辞典となっている。各地方公共団体、各施設で、 民族資料のデータベース化が検討されている。ありがとうございます。